メンディー。どうも皆さん、トライアングルです。はい、ですね、今回は普通にまあポケモリをちょっとやってみようかなと思います。はい、まあ普通になるか分かんないですけどねまあちょっと後ろの方でね、ちょっとラリってるちょっと清原くんがいますが、ちょっと清原くん大丈夫？あ、もしかしてこいつ、あ、やっぱちょっと待って、こいつ多分今隠してる。ちょっと裏から見よう。絶対ほらこれ絶対今白い粉隠してる。ちょ、ここから見とこ。なにこの画面。なに今びっくりした。イベントっていうか、なんか喋り出すのかと思った。薬が切れる。体が震えるみたいな感じ。大丈夫かな？よかった。危ね。ここで本読んでいたんですが、表紙を見るとどうしても内容が気になってしまって、ちょっと試しに1ページだけ読んでみようと思ったんですが、気づいたら読み解いてしまってました。てへぺろみたいな。うわ、出た。そういうちょっとおっちょこちょいみたいな感じで、私可愛いよねみたいな感じのメンヘラのツイッターよくいますよね。はい。怒られる。なのでまた次の本を探してしまって、なかなか抜け出せなくて、こういうね、白い粉とかも抜け出すなもんね。わかるよ、君の気持ち。うん。早く座って読みたいです。座ればええやんけ。はい。これで増えるのね。これで私も仲間よみたいな。こっちの世界いらっしゃいみたいな。やだな、もう。座れよ。ということでね。今回は、ちょっと鉱山に行ってみようかなと。あとね、最後に、鉱山行った後にどうしてもちょっとやってみたいことがありまして。まあ、その機会が、今回できましたので、ちょっとそれは最後にやりたいと思います。はい。お楽しみに。サムネになってるのかな。じゃあ行きましょう。はい。行きましょう。行きましょう。ですね、僕はちょっとまあフレンドがね、いない。いやでも一応ツイッターで募集したんでね、フレンドさんいるかな？お、呼びかける人、うわ、来てくれるかな来てくれるかなこれ。やめとこう。なんか、誘って、なんか、お断りされましたみたいな感じで言われたな。ちょっと僕のね、多分、包丁を心臓に突き刺しちゃいそうな気がするんでね。ちょっとグレンヌ・ユミアのね、進撃の巨人みたいな感じでね、ちょっと突き刺せみたいな。そんなんじゃなくてね、そんなんちょっと怖いんでね。まあ、ちょっと僕はね、こっそりリーフチケットで、はい、やりたいと思います。リーフチケット全く何も使ってないんでね、20枚あるんで。じゃあ行ってみましょう、出発で。まあ、もし、コメント欄で、まあ、僕のフレンドさん、ツイッターで僕募集してもマックスなので、フレンド上限は。申し訳ないですが、ちょっと募集はしてないんですが、まあ、ちょっとやってあげるよって方いましたら、はい、フレンドの方、よろしくお願いします。これから。はい。ちょうどいいところに。黒崎堀を手伝っていただけないか？わかりました。いいですよ。そのスコップで石を割って、宝石を探してほしいです。了解です。はい。あとでちゃんとお礼を渡すし、お礼。なるほど。楽しみにしますよ。この口でお礼はやめとこう。金鉱石や銀鉱石を見つけてくれたら俺はもう多めにあげちゃうで、ひよ、ありがとうございます。よっしゃ、やりましょう。金だ。金を探せ。あと5回。あと5回そういう感じ？ん？これは、これガンってやったら1回になる？あ、銀。あ、でもいいんじゃない？銀はいいんじゃない？いや、これね、銀の近くにね、金はないですよ。これちょっと上行こう。そうだ。なかなか、そういう感じでござんすね。了解でござんした。じゃあね。お前だ。どうしよう。ごめんなさい。はい。わかりました。チャンス4回もあるんですね。よかったです。僕、人生というチャンスね、もうないんで、タイムリミットがゲームの中でも4回あるだけで嬉しいです。ありがとうございます。こういう時はね、多分ね、端っこにあると思わせつつ、こういうね、ここですよ。あるとしたら。この下。いけない。じゃあ、ここ金庫い！お、やったぜ。お金に好かれているのだよ。それではここと行こうじゃないか。銀を出ろ。さあ次だ。ここに金がある、間違いない。それでは行こうじゃないか。レッツゴー。おお、やった。ねえ、これプラチナ鉱石とかないの？これ要は金か銀だけ？これもしかして金か銀だけパターンかな？あ、そういう感じかな？おしまい。ありがとうございます。いや、でも金いいのかな？お疲れ様でした。りょうこです。それじゃあ集めた鉱石を回収させてもらってお礼の品でひゅー。口で、やめとこう。何くれんの？お礼の品。いいのかな？
いいかどうかもわかんないっていうね。まあ、でもありがとうございます。5700円でね、これで、はい、スイッチのゲーム買いたいと思います。やった。これ面白いな。ちょっとこれ何回もやりたいかもしれない。ちょっとフレンドさん集めようかな。集めようってか、OK してくれたらですけどね。ええ。かわいいじゃないの、ね、またこいつゴミしか売ってねえの。はい、ということで、今回はですね、まあ、鉱石とか、いろいろやらせていただきましたが、いろいろで、うん、やらせていただきましたが、今回のメインですね。まあ、メインとかも、多分ね、ほとんどの人がね、もうええわってなってると思うんですが、はい、私、今から、仕事がございます。リアルな方のね、リアルな仕事がございまして、携帯をしばらく置いとかないといけない状況、置いとかないとっていうかね、まあ、見ない状態になります。はい、約、2時間ですね。2時間、携帯を触らないというか仕事してるのでね。はい。一応自営でやらせてもらってるんですが。はい。その2時間の間、こちらのハンモックの方で、寝て放置しておきたいと思います。で、撮影にしときます。もう今自宅なんですけど、はい。で、仕事から帰ってくるまで2時間なので、その間ずっと撮影モードにしておきます。それで後で編集で、どうなってるか、ちょっと見つつ、2時間後、何かしらこの寝てる間に動きがあるのか。はい。そちらを検証していきたいと思います。こうやって寝るとね。はい。もう知ってると思うんですよ。はい。これで寝て、もしかしたらなんか起きてるんじゃないか、2時間経ったら。とか。はい。2時間やったらさすがに何かしらちょっと、ね、横にコロンって転がったりするかもしれないので。はい。そちらを検証していきたいと思います。じゃあ、ここから倍速です。もちろん、カットはしますけど、確実に2時間、まあ、頑張るも何もね、この携帯ここに置いとくだけなんでね。じゃあ、やっていきたいと思います。じゃあ、ごめんなさいね。いつもこんなクソな企画で。何かしらあるかもしれないじゃないですか。じゃあ、行きましょう。変わってねー。皆様、本日はトライアングルチャンネルをご視聴くださり、誠にありがとうございます。もしこの動画が面白いと感じてくださった方は、高評価、並びにチャンネル登録してくださると嬉しいです。ちなみに登録方法は、概要欄の下の赤いボタン、今出ている画面の矢印の先をクリックしてくださると登録できます。それと、サブチャンネルの方でも動画投稿しておりますので、よければそちらもよろしくお願いいたします。